明ける闇夜をさまよい。監督が主演女優に惚れずに撮った映画なんていい作品になりっこないでしょ。赤羽レナと高梨ユキを共演させてみないか。どういうつもりだ。何のこと。オファーを受けただろう。僕の次回作の。ああ、その話受けたわ。よろしくね。どういうつもりだ。どうもこうもオファーが来たから引き受けただけよ。銀熊賞を取った白沢監督の次回作ですもの。俺たちはいつでもいさかいばかり憎み合うように愛し合っていた。どれも今をときめく有名人のデザイン。ここでしか買えない品ばかりだよ。何かお探し。どうかして。いえ、すいません、あんまりお綺麗なものですから。有名人先生の絵から抜けて出てきたのかと。狭い店だけど、どうぞごゆるりと。動くな。放っておけと。お守りのばあさんにでも預かってもらえばいいだろう。そうしたいのは山々ですけどね。お給金払えないからそんなに気軽に来てもらえないんですよ。誰かが絵はがき書かないから。だから今こうして書いてるんじゃないか。この指は届かずに。夢二先生の筆を真似て僕が書きます。書かせてください。そんなこと頼めないわよ。できます。きっとそっくりに書いてみせます。信じられないなら今ここで僕の腕をお見せします。そうじゃなくて、そこまでしてもらう理由がないわ。理由なら、俺は俺の絵をもっと発展させたい。させなくちゃならない。それなのにどうしてあいつは俺の絵にああも同情がないのだろう。なんだいそりゃ。やだ、先生が描いた千代紙でしょ。神結さんに頼んで港屋で買ってきてもらっちゃった。二度と東郷を店にあげるのか。もっと狂って、私に狂って、もっと焼いて、私に焦がれて。そのままそのままでいい。ちゃんと画学校を出ている先生に見てもらった方がいい。僕みたいな亜流画家を目指しちゃ。亜流画家なんかじゃありません。先生は素晴らしい芸術家です。先生と一緒にいたいの。彦野さんはお嫁にもらいましょう。何だ。彦野さんをお嫁にもらってここに住んでもらうのよ。私は子供たちの母として、そしてあなたの姉としてここに住むわ。幸福の青い鳥を探すの。それを見つけられたら幸せになれるんですって。彦野が家を飛び出したのだって私を愛していたからだけじゃない。あなたから自由になりたかったからだ。あなた、この後に及んで夢二はようやく愛を見つめ直す。己の愛を、愛と誤解していた何かを見つめ直すんだ。つつましい乙女から乱れた淫女まで変幻自在の娘です。ぜひ会ってみてください。